もう大体ビンタ食らっちゃうんですね、カンニングラスをかけると。まあでもあれは仕方ないですよね。まあエイジ君がね、悪いもん。黙って黙って、ちょっとうるさいから、ちょっと痛い痛いな。来た。何がですよ。カンニングラスのとても面白い使い方を、ピカチーン、ピラビンタ。ひらめけた。彼らの名はピカチンズ。子供たちの夢と欲望を叶えるため日夜研究を続ける発明集団だ。博士のピラミキを受けて今回ピカチンズの元に届いたのは、早く開けて、早く開けて、カンニングラスです。ジミー君、早速組み立ててくれ。わかりました、うん、完成しました。よかったぞジミー君。エイジ君がかけていたのと同じですね。そうそう、ほら、お鏡を使って横が見えるようになってるっていう。そうなんだよ。マジコちゃん見えるよ。見えてますか？うん、横にいるんだよね。そう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 、こっちに見えてる。そうな、それはもうさっきやったやつだから。いわばね、君はね、アニメをカンニングしてたんだよ。私はね、もっともっと面白い使い方をピラミッドてるんだ。その名もポチッと対決カンニングラスローン。ポチッと対決カンニングラスロン。これはカンニングラスを使った3つの種目で争い合うというもの。カンニングラスを使ったトライアスロン的なやつである。優勝者には豪華な商品が待っている。第1種目は、はい、カンニングラスペンシルターン。カンニングラスをつけて目の前に置かれた鉛筆を3本立てたらクリアだ。2本同時に行こうとしてますね。そこだ、そうそう、だめよ、はい、あー、ついた、立った、よ、だいたいあるんですね、このヨタヨタしちゃうんですね。上とかが見えないので、うん、やっぱり自分が、うん、下に行かないと。お目が立った、完成です。ちょっと顔がどんどん、大丈夫、寝てないじゃない、大丈夫。この顔、よいしょ。1位は博士、それぞれご覧のポイントを獲得。第2種目はカンニングラスビーンズパニック。カンニングラスをつけてお箸で豆を3つ隣のお皿に運べたらクリア。その首の角度じゃないとできないんだね。何が難しいかって、うん、鏡なんで左右逆なんですよ。ああ思った方向と違う。ああ、これはこれは向こうです。向こう。ああそこだ。危ない危ない、まだ話してない。遠近感が、はい、終了。お、あ、でも、あ、お、お、入った、だいぶオーバーしてますよ。おお、はい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 。1位はジミー君、それぞれご覧のポイントを獲得。ここまでの合計ポイントはジミー君45ポイント、博士30ポイント、マジコちゃん15ポイントだ。マジコ君頑張ってください。はい、頑張ります。最終種目になってますんでね、はい、待ってください博士。新しいカンニングラスの遊び方を、うん、ピカチーン、ピラメーター。何をピラメーターの君は。なんか切ってますかね。完成しました。名付けてノッポカスタムです。ノッポカスタム。こことこの斜めになってる2箇所に鏡が入ってます。これによって高いところを見ることができると。ほい、ノッポになっちゃったよ。しかもですね、これもっと高くなるんです。このノッポカスタムでやる競技はカンニングラスハイパーバスケ。ついたての向こうにあるゴールにボールを投げ入れる競技だ。持ち球は1人3つ。そして最終種目なのでポイントは倍だ。みんな優勝のチャンスがある。そういうことです。目の前にあるように見えちゃうんで距離感が難しいってことですね、うん、そうなんですよね。ドリア、あっ、あ、残念。お、えい、あ、あ、よし、捉えた。シュッ、あ、シュッ、あ、よいしょ。あ、これ、これ難しいよ、はい、うん、お、もう行く。あ、狙いを定めて、ああ、あ、もう少しだけ上を。わかりました。はい、あ、すごい。やっぱりね、あの全身でこう投げてたんで膝を使ってました。カンニングラスよりも投げ方の問題になってきてますけど ね。さあ、ということで、うん、カンニングラスローン結果発表です。マジコちゃんが75点優勝です。ありがとうございます。おめでとうございます。商品もございますか。わー、すごい。優勝者にはカンニングに励んでください。私カンニングはしません。カンニングはしないですけど、あ、そうそう、研究に行かせたらなと思います。視界が変わることで、うん、地味な競技でも非常にスリリングに楽しめるっていうね、いい発明だと思います。ピカチンキットで検索。